第22話さあ殺しちゃうぞ殺しちゃうぞまあですね、次からやっていきます。よし、まあそろそろ終わりが近づいてまいりましたね。心してまいりましょう、まあ苦戦するところもありますが、皆さん温かい目でご覧ください。お、いきなり？お主との約束を果たしていなかった。約束？まだそんなこと言ってるの？そんなのした覚えはないってば。お主が覚えていなくとも、わらわは覚えている。あー、ちょっとやりたかったな。まあいいや。果たしてこそ意味があるのか。あ、それは無理、それは無理。あぶね、無駄に食らっちゃった。無駄に食らったな。あー、あかん。やるじゃん。それ。ちょっともう一回やろう。ねえ。それ。残るんで結構厄介。あー、ちょっと位置が悪いですかね。それ。おい、当たんないよ。よし。でボーって出る。あ、いたいた。まだまだ。ギリ倒した。やばいな。ちょっと遊びすぎたな。真面目にやらんとな。一回無駄に死んじゃったからな。よくないよくない。最高よ。今夜は年代物の潤滑油で祝杯をあげましょう。紬の心の強さ。ここは確か骸骨野郎が4人いたような気がするぞ。違ったすいませんね。いや多分合ってると思う。なんか覚えてるもん。みんなだよね。全力で行くわ。一網打尽にしちゃおうかしらね。あれなんだね。注意に警戒しましょう。もののけ大使なんて手慣れたものだ。でこれで稼いで。それ。やるじゃん。あかん。それ。その調子よ。お願い。それ。とりあえず。もう少しで倒せそうよ。それ。仲間の技が強いんだよな。オッケー。オッケー。それ。あとお前じゃ。やば。それ。やば。と言います。は。と。と。やば。それ。それ。いけ。もう少しで倒せそうです。と言います。オッケー。いやー、技が強いからな。この三人のこの。このまま進もう。で、ちょっと待って、宝箱もちょっと探したいんで、階段か。じゃあまだか、もうちょい先か。鋼さん、お願い。鋼さん、よろしく。それ。まあ取れなかったらまあ裏でやるとして、あ、あったね。え、あれどうやっていくの？足元に注意してください。それとやばっ。あいつらはっとやばっ。それとやっはっ。全然攻撃してくるんだよこいつ。はっ。あーやばっ。はっ。タイミング押すかその調子よ。ここだ。
暗い。お縄の術。あ、いけたいけた。よしよし。ここね。162。とりあえず160に取れた。すぐそこやった。ナイス。で次めんどくさいんだよな。雷神がいるんだよな。気合を入れ直した方が良さそう。紬お姉様。OK、とりあえず打って肩鳴らしは終わりだ。全力で行くわ。あーちょっとそれはない。いいんだよね、こいつ。おお、はめられた。はめないんよ、完全に。はめ。お主の力はそんなものではなかろう。鋼さん、お願い。終わった。死んだ。嘘。マジ。いやー厳しい。気合を入れ直した方が良さそう。紬お姉様、急に勝つありで。肩鳴らしは終わりだ。全力で行くわ。紬ちゃん、遠慮はいらないわよ。それと、やば。それよし、それ OK。 コミュッといて動いた。うわー、いや見えねえよ。待って、きつい。やっぱこいつ強いわ。おお。いや気合を入れ直した方が良さそう。紬お姉様、地中に勝つありで。肩鳴らし全然当たってない。ちょっと待って、全力で行くわ。姉さん、お願い。ひろちゃん、で、打って、やば、マイチク、アメカメキちゃん、遠慮はいらないわよ。チーム、お願いし、おな、いけ、やば、マイチク、アメカ、自分の力を信じてください。ちょっとここで、もう少しで倒せそうで、オッケー、なるほど、戦い方わかったぞ。あんまり大技使う方がええな。完璧。調律の巫女として認めてもらえるかな。どうだろうこれ。いけた？もう行きたくないよ。よしよしよし。これが神獣たる賜物前の末裔、大陰陽師の力だ。魂をつなげ。ここめっちゃだるかった気がする。なんか。そんな、なんかだるかったような気がする。なんか覚えてる。ここ行くよ。行こう。陰陽術を見せてやろう。落ちたらただじゃ済まないわね。ここは慎重に進もう。 あっちにあんのね。 OK、 よし OK、 146。はい、よっよっ。オッケーオッケー。用心を怠るでないぞ。まあ気をつけながらちょっと戦っていきますよ。おい、イオちゃん、よろしく。そう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 、これ。あなたたちなんてちんとも怖くないんだから。旗色の悪い戦は嫌いじゃない。集
周囲をよく見るのだ。ザコに圧力している。うい、危ねえ。チリボタン、それ。避けながら。セレホー、セレホー、危ねえ。行け、そう、やばい。うわい。グロい。攻撃力グロいんすよね、マジで。はい、イオちゃん、よろしく。イオちゃん任せていいっすか。リング紬ちゃん、遠慮はいらないわよ。ふいやはナイチッ、それ OK。 うわー、マジか。それダメだ、やはチリモナノケ大使なら蹴られたものだ。それドン、あー、まずい。よし、それイオちゃん、よろしく。撃って激アツ大丈夫かな。今イオちゃんの当たんなかったか。オッケー、どうだろう。イオちゃんの強えな、やっぱ刺さるな。スーパーアーマーからのイオちゃんはいいね。これ激アツどうかな。ちょっとサクッといったけど、あ、オッケーだった、よかったよかった。これが神獣たる賜物前の末裔、大陰陽師の力だ。はい、紬復活第20話やっていきましょう。さあ、あと3話張り切っていきましょう。もう終わりが近づいてきましたけどもね。みんな準備はいい？心して参りましょう。さあ、始めましたよ。よし、出た。あ、やっちゃった。あ、あっち行っちゃダメやな。と、と、と、でこっち行かんといけんの。でこっち行って、こっち行って、こうだね。よしよし。で、うん？何？に、逃げましょう！と、やっほ！はい。で、こっちにあるんだよね、宝箱が。あるんだけど。よし。と、やっほ！それ！オッケー、163。で、もう一回ドクロ出てくるから。ここあ、やば。行くぞ！それ！と、やっほ！チリコタン！水を警戒しましょう。まあ、とりあえずこれはもう大技で。鋼さん、お願い。ピッチ、それ。もう少しで倒せそうよ。あ、意味なかった。もったいないことしたな。倒せたのだ。あった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 。なんか簡単なとこあんな。これもうここで実質もコンプになるんじゃないかな。あと剣心とあれしょ。何か嫌な予感がする。よーく相手の様子を見るのだ。それと、やば、それどうだ、と、やば、それはぁー、うー、カウンターできなかった。したかったのに。と、や、それ、あ、ここ面倒なところだったっけ。確か熱いところだった。え、めっちゃ暗くない、この熱いやつ。よろしく、あぶれあぶれ。じゃあちょっと行こう。え、ここ風神雷神とか出るとこだっけ。気をつけましょう。あー、最悪最悪。その調子だ、雷剣射出。あいつら、もう少しで倒せそうよ。鋼さん、イオちゃん、よろす、ダメージだと。いった。
よし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 、あよくないよくない、ご利用してはよくない。よし、アメウタチ注意して、何か仕掛けてくる。足元に注意してください。と、やばっ、それと、やばっ、愛知れ、やっ、もう少しで倒せそうよ。チリボタン、やっ、ツバメ返し、と、やっ、周囲をよく見るなら、その調子です。はい、ここだ。ここ忍術は使いたくない。アップで。ワイチレ！ヘイ！ヤッ！リキサム！オッケー！行こう。この程度なの？思ってたより手応えがない。アップル！よきよき。金色のスライム倒した門の先って言ってたよね。お怪我はございませんか？見かけだけだったみたいね。あった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 。オッケー。ここは慎重に進もう。よーし、これ。ヤキヤキしていたところにモノノケ大使が蹴られたものだ。あかん、ちょっと待って、あかんって、まだまだ、それ、あかんって、ちょっとあかんって、よろしく。ここで苦戦したんですよ僕。蹴ない、あーちょっと待って、ツバメロヤバ、それそれと、それいけろ、注意警戒しましょう。マイチュレ、麦お姉さま、わかんない、ちょっと移動、もう少しで倒せそうです。あちくしょう、ただもうわかったから、わかったから、よしこ、まずはとことんやったれ。特大のお見舞いしてあげます。ザコにアキアキしていたところよ。モノノケ大使なら手慣れたものだ。それそれ、リオちゃんよろしく、それそれで、ここで打って決める。とやば、いけ、注意警戒しましょう。ツバメ花火と紬お姉さま、中に勝つありで、もう少しで倒せそうです。 OK、 それそれで、どこだ？おお、危ない。わかんないわかんないわかんない。ツバメ花火、やっ、これさん、こっち。やるじゃん。それ、小耳ちゃん、任せたよ。やっ、鋼ね、はい、イオちゃん、鋼ねさん、小耳ちゃん、鋼ねと、イオちゃん、よと。よーく相手の様子を見るのだ。そう。できましたよ。鋼ねさん、ごとんやったれ。ヤキヤキしていたところに、モノノケ大使なら蹴られたものだ。チリボタ、それ、鋼さん、お願い、それ、小耳ちゃん、任せたよ。注意を警戒しましょう。それ、あと、ヤバ、チリボタン、クッソ、ヤバ、鋼のアイチレ、ライキロ、ヤバ、キヨネーサマ、自分に勝つありで、はい、もう少しで倒せそうです。オッケー、それあとお前じゃあとお前じゃ、いい感じです。次、それしっと、やば、リオちゃん、いけ、それ、と、やっ、それ、上がって、小耳ちゃん、ひょっと、やば、目が回るよ、うわ、それ、と、やば、マイチレ、鋼さん、ライフ、ヤバ、チリボタン、よーく相手の様子を見るのだ。あいつら、いけろ、そのもう少しで倒せそうです。オッケー、見たか、
これがイオちゃんハメだ。これがどうだろう、神天流の剣術よ。いけっかな。あーダメか。からくりを強化すればもう一回いかんといかん。まあいっか。じゃあ裏でやります。はい、じゃあ今回ここまでしたいと思います。